はい、酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきます。今回は、セブンイレブン限定の、まろやかエール。セブン&アイの、シリーズですね。まろやかエール。無管理。無ろかか。これ、ろかって読む？無ろかか。305ml のアルコール度数 5%。キリンですね。製造がキリンです。エールならではの、華やかな香りと、ムロカならではの、まろやかな口当たり。本商品はムロカ、製品のため、瓶内に酵母などによる濁り、沈殿物が見られることはありますが、品質には問題ありません。だそうです。ちょっと先ほど買ってきたんですけど、値段いくらだっけ。250円ぐらいだっけ。高いな。さすがに高いな。これなんかあれっぽいね。あの銀河高原ビールっぽいね。ちょっと小麦のビールっぽい。ちょっと濁ってる。ちょっとホワイトビールっぽい。じゃん。セブンイレブンで先ほど買ってきた、俺がお気に入りのこの辛口スルメ足という100円のね、商品なんですけど。これ美味しい。普通のこの、スルメのね、あの、足だけなんですけど、俺足が結構好きなんで、ゲソのとこですね。ゲソが好きなんで。ゲソだけ。で、しかも結構しょっぱめな、できてるんで。普通に、つまみに。しかも量が、まあ、100円だからか。まあ、100円にしたら量少ないかわかんないけど、まあ、量はそんなにないんで。食べきりサイズというか。いい感じに、俺ほとんどつまみは食べない派なんで。わりかし、いい。そしてこれね、これ株式会社がね、販売者これ株式会社ジョッキっていう。いや、ジョッキか。っていう会社です。で、販売者だけ書いてあって、製造者が書いてないんですけど、これ何なんですかね。何なんだ。これなんで製造者書いてんの。わからん。まあ、ビールのね、ジョッキの、なんか、絵が描いてる。うん。うまい。うん。酸っぱくて美味しい。うん。濁ってます。これ、ろかって読むんだよな、これな。無ろか。ちょっと難しい感じなんで分かんないんですけど。よくよく考えたら、ろ過のさ、ろってさ、俺高校までしか出てないんですけど、高校生の時って、ろ過ってこの難しいっていうか、このろ過ってさ、どうだったか分かんないけど、習った記憶ないね。うん。で、ひらがなでろに、かって、すぎるっていう字書いて、ろかって、多分教科書とかにも載ってた気がする。それ乾杯。で、今ググったけど、ろかでググったら、真っ先に出てきたのが、ひらがなのろに、
あの、かって書いて。あ、やっぱロカって結構やっぱり、これ、まあ、高校でも習ったかもしれないけど、記憶にないもんだって。まあ、せめて中学では、まあ、習わんな、これ。難しいもんな、この感じな。これ、遠慮の慮かな？違うか？遠慮とは違うの？遠慮っていう字に似てるよね。遠慮の慮に、慮だっけ？遠慮。あ、慮だよ。慮、あ、違うわ。遠慮の慮じゃないわ、これ。遠慮の慮にあの、三髄書くんだ。はい。あ、遠慮の慮に三髄で、ろ過のろなんだね。うん。苦味は、うん。そこそこあるか。そこそこありますね。セブンプレミアムのまろやかエール。苦味もそこそこにあり、香りはなんか小麦っぽいな。小麦ビールっぽいな。あ、キリンが PV で、違う、PB でビールを製造するのは初めてだって。プライベートブランドでビール製造したことなかったの、キリン。うん。この商品は無ろ過、かっこ、ろ過って、ひらがなんでなんか、振り仮名まで振ってあるんだけど。でもこれおかしくない？あのさ、まあ、わかんないんだけど、無ろ過って全部漢字で書いてあって、かっこその後にろ過って書いてあるね、ひらがなで。これだとさ、無ろ過をさ、無ろ過って書いてあるのに、ろ過って読ませるっていうか、感じがするけど、これ何なんだろうね。ちょっとそこら辺がちょっと日本語のさ、あの表記のさ、曖昧さがあるよね。上面発酵による華やかな香りが特徴のビール。エールビールですね。価格は税込みで228円って。あ、うめ。辛口するめやし、うめえ、これ。マジで。まあ、うん。なんかグランドキリンって、あの、セブンイレブンだとグランドキリンが有名ですけど。まあ、グランドキリンの普通のやつとかうめえんじゃない？普通にうめえとは思うけど、まあ。ただ、うん。まあ別に、あの、うん。驚く、あの、味でもないっていうか、コスパも別に大して良くないと思うし。だって228円だよ、これ。しかも 305ml でしょ。228円して。305ml しか入ってない。
俺これだったら、これで228円払うんだったら、ヨナヨナエール買うわ。絶対。同じエールだったら、ヨナヨナエール買った方が多分いいわ。だってヨナヨナエールに250円ぐらいだもん。多分同価格ですよ。まあ、ヨナヨナエールはまろやかじゃないけどね。めちゃくちゃトゲトゲしい。あのガツッとくるやつだけど。まあでもあれは、うまいね。うまいねっていうか、すっごい特徴があるんで、飲んでて面白いビールというか、まあ普通のビールじゃねえなっていうか、今まで飲んだビールの味じゃねえこと確か。うん。あ、うまっ。うめえな。いや、辛口する目足が美味しいんです。別にまろやかエールがうまいとは言ってないんです。うん、辛口する目足が美味しい。うん。安定のうまさ。これ辛口する目足でググるか。する目足と。でもね、辛口する目安っていうかね、いわゆるゲソにね、一時期ハマったんですけど、割とすぐ飽きて、普通の当たり目の部分を俺、買ってたことがあって。うん。まあ。案外こっちも好きなんですけど。まあでも、少なくともね、このね、ゲソの部分はね、結構しょっぱいんだよね。当たり目の部分に比べるとね。うん。うん、うまっ。あ、結構あれだわ。レビューしてる人いるわ。辛口スルメ足。うん。噛み応えナンバーワンだって。うわ、星で評価つけてる人いるわ。ブログで。ビールのつまみだけじゃない。当たり目、スルメ、サキイカは理想の感触だった。感触だった。ゲップが出てしまった。うん、濃さが5つ星、香りが2つ星、硬さがなんと6つ星。限界突破してる。うん。確かにそんなに硬い。まあ、俺も結構上がり目とかサキイカ好きなんで。いや、サキイカ好きじゃねえか。当たり目だね。当たり目とこのスルメゲソっていうか、が好きなんで。あくまでサキイカみたいな、いわゆる、もうすでに裂いてあって、もう柔らかくなってるやつ俺あんま好きじゃないっていうか、うん。こんな感じがするんだよ。うん。うん。でね。
で、当たり目はね、ちょっとね、なんか、ほぐしてあるやつがあるんですよ。若干こう、なんか線が入ったようなやつ。俺が前食べたやつが、なんだったっけ？ぜひ食べていただきたいシリーズだっけ？のこだわりの、なんか当たり目みたいなやつ。ナトリっていうメーカーの、有名なね、ナトリっていうメーカーの。でもこのセブンイレブンにもちなみにあって、当たり目がね、咲いたやつっていうか、があるんですよ。咲いたやつじゃない、なんか、今思ったけど、先以下ではないんだよ。当たり目で、なんか若干、こう、プレスされたやつみたいな。なんか機械で多分プレスしてんだろうね、あれ多分。それ若干こう、ほぐされてるやつ。先以下はもういわゆる本当に、裂いたやつ。なんか、細くこう裂いてバーって裂かれてる。それが先以下で、当たり目ってのは、割とこう、太めのやつなんですけど、太めなんだけど、こう、若干こう、プレスされて、食べやすくなっていく。当たり目って基本すごい硬いから、何度も噛まないと、ほぐれないんですよ。だけど、こういうのは結構いい、ですね。セブンイレブンにもそういうのあるんですけど。あとは、まあ、先かもね、ちょっとほら、なんか、こういうのって、乾燥してるじゃないですか。でも、先以下って、若干こう、湿ってたりするやつあるでしょ。なんか。で、大体、ものすごく柔らかかったり、するんですけど。俺やっぱちょっと硬いやつの方が好きなんで、ふにゃふにゃってしてるやつ。とか、なんか真っ白いやつとかあるでしょ。はあんまり好きじゃない。で、あまりにちょっと好きで、普通にイカの、姿焼きみたいなの、ナトリとかっていうメーカーのね、まあ、有名なおつまみメーカーがナトリって言うんですけど、あそこから出てる姿で、北海道産のなんか、イカっていう、なんか、姿焼きみたいなやつ。2匹入りみたいな。買ったことが結構あって。でね、俺がね、いろいろ買ったことがあって、結構ね、分かったことがね、結構あったっていうか、まあ、それなりにあるんですよ。あれね、実はね、あれ同じね、姿焼きでもね、結構違うんだよ、あれ。何が違うかっていうとね、まず、表記がね、見ると、裏とかを見るとね、まあ大体表に書いてあるんだけど、個人的におすすめなイカは、炙ってお召し上がりくださいって書いてないやつがおすすめです。イカとかに限って言うと。いわゆる当たり目とか、姿焼きのイカとかね、イカの姿のまんまのやつとか、特にイカの姿のまんまのやつは、大体ハズレなのが、炙ってお召し上がりくださいって言うやつ。って書いてあるやつ。が、ハズレです。あれを、普通に、直で食べると、まずい。とにかくまずい。で、しゃあないから炙って食うんだけど、炙ってもまずい。二段活用でまずい。なんじゃこれ。
明らかにね、違う。まあ、俺は炙るのは、オーブントースターで、違う、オーブントースターちゃうわ。ん?トースターか。トースターしかないんで、オーブンがないんで、うちにオーブンがないんで、トースターで、キャーってやるんですけど、まずい。絶対にまずい。だからそのままでお召し上がりいただけますみたいな。で、炙ってもお召し上がりいただけますみたいな。うん。もしくは、炙っていただくと、なおなんか美味しくいただけます。が美味しい。まずいのが、炙ってお召し上がりください。もう強制的になんか炙って、炙らないとまずいです、みたいな。あれはね、炙ってもまずいから。本当に。食べ比べるとわかる。全然違う。これ大体炙るのめんどくさいからそのまま食うんですけど、全然ね、もう全然違う。なんでこんな違うのっていうくらい違う。しなーっとしてる、なんか。で、なんか結構水分が大事にあるんだ。炙ってお召し上がりくださいっていうのは炙られてないから、割と生っぽいんですよ。で、炙らなくてもお召し上がりいただきますっていうのは、もう炙ってあるんで、もう乾燥してる。それの違いかな。うん。とは思います。でね、俺がね、好きなのがね、このナトリのシリーズのね、丸ごと当たり目ってやつが美味しい。うん、もう直接食えるやつ、ね。あれねえな。ナトリのホームページに書いてねえけど、イカの姿焼きみたいなのがあるんですよね。でっかい袋に入ったイカが丸ごと入ってる。でかいイカが丸ごと入ってる。あれ普通にうめえよ、あれ。一番あかんのがソフトサキイカとかがまずい。ソフトなんちゃらとか。は、あんまり美味しくない。柔らかすぎて、なんか、イカじゃない。おまけになんか、明らかに味がなんか、ものすごいつけられてて、これだと食塩しか入ってないんですよ。食塩と唐辛子。うん。とかしかほぼ入ってない。ソフトサキイカとかになると砂糖まで入るからね。砂糖とか酢も入って、さらに水飴も入ってるな。酒も入ってる。水飴も入ってるの驚きだよね。酢も若干甘いんだよ、そもそも。うん。ソフトサキイカって、大体甘いんだ。若干。だからあんまり好きじゃない。んで、今日ですね、
実はこの、まろやかエールと、この辛口スルメ足以外に、実は買ってきたものがあって、じゃじゃーん。コカ・コーラゼロ。あれがね、なんかね、中井正広がね、あの、スマップのね、中井がね、なんかほざいてましたけど。これコカ・コーラですとかって言って、なんか、はい、コカ・コーラゼロでしたー、みたいな。とか言って言うやつ。でね、ここになんかいろいろ書いてあるんですけど、お風呂上がりに飲みたい。残業のお供にいいかも。なんかコーラ感が濃い。これ赤いコカ・コーラじゃないんですか？ハマっちゃいそうだとハマっちゃいそうだなと思いました。これがゼロなのかって。後味が昔飲んだものよりも飲みやすい。でね、一番イラッときたのがね、赤のコカ・コーラファンとしては、ちょっと悔しいけどうまい。バカじゃねえ、こいつ。でね、俺さっき飲んだんですけど、もうどう見てもあの、普通にあの、ゼロです。ただね、確かにね、昔のゼロよかは若干マシンやなって。あの、おそらく、甘味料の量減らしたんじゃないかな。うん。ただね、どう見ても甘味料の味なんですよね。うん。どう見てもね、あの、普通にゼロなんですよ。コカ・コーラゼロなんですよ。うん。でね、これをね、間違えるって人いるのか？まあ、多分あれは CM なんで、おそらく、てか、おそらくじゃなくて、まあ、間違いなくあれは、いわゆるやらせなんですけど。あれをやらせを堂々とするあの、中井正広の、あの、好感度が下がりました。で、あと、ここに書いてある、この、さっき言った、赤のコカ・コーラファンとしては、ちょっと悔しいけど、うまいっていうやつ。バカよね、こいつ。俺、赤のコカ・コーラファンだけど、普通にまずいぞ、これ。うまい要素一つもないよ、多分。うん。普通にない。一つもないです。もう、あの、寝言は寝て言えって、レベル。バカじゃないやな。マジで赤のコカ・コーラ舐めるなよ。本当に。あんまりあの、舐めてもらっちゃ困る。俺あの、そこにね、見えないんですけど、あの、2リットルのペットボトルのコカ・コーラ買ったんですよ。結構ね、俺のよく行くスーパーに、2リットルのね、あのペットボトルのコカ・コーラのやつがね、140円ぐらいで、激安価格で売られてるんで。よく買うんですけど。ただね、あの2リッターのやつ買うとね、あの、炭酸が抜けて困るんで、一緒になんか炭酸の抜けませんみたいなやつを買ったんですけど、それがどうか、いい感じのものならいいんですけど、前買った、昔買ったこのね、こういうやつなんです。これ Amazon で買ったんですけど、こうやってシコシコやるやつ。これね、微妙。正直微妙。うん、でもやっぱ辛口スルメやし、うまー。めっちゃうまいわ、これ。めっちゃうまいっていう感じ。あの、すごい、俺の、好みのしょっぱさに出来上がって、かなりしょっぱめなんだよ。うん。
で、硬くてね。うまい。まあ、本題のこのまろやかエールですけど、まあ俺がビールが好きだから、まあ四つ星にしてやってもいいけど、やらんこともないけど、これは別にあのビールが好きじゃない人間からすると多分三つ星ぐらいです、これは。4344です。ご視聴ありがとうございました。